はい、皆さんこんにちは。ここ連日ローマはずっと雨だったんですけど、天気予報雨だったんですけど、ご覧いただいている通りこんな感じです。今朝ほんのちょっとだけ晴れたので、市場に来ました。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。市場って、外の広場と、中にあるなんていうの、室内の市場とあるんですけど、ここはもう一つちょっと違って、毎朝同じ通りに、なんていうんですかね、朝早くから、1時ぐらいまで、午後の1時ぐらいまでこうやって道をですね、閉めて、で市場になります。月曜日がお休みなんですけれども、ここはあのちょっとローマの郊外のボチェアっていうところの市場に来てます。これあのなんていうの、アーティチョークですね。これは家でレモン水にこう芯のところだけを浸して、それで料理します。これなんですけど、カラブリアの、カラブリア州って、辛い料理を好むんですけれども、カラブリア州の、唐辛子ですね。美味しいと思います。フルーツですとか野菜もそうなんですけど、パンですね、こういったところパンとか、洋服なんかも売ってあります。ポルチーニですね、時期ですね、栗とかもありますね、すごいですね。あれはあのオリーブオイルとニンニクと塩コショウで、食べると本当に美味しいです。赤ワインと一緒にですね、お召し上がりいただくとすごく美味しいです。くるみ、かき、りんご、日曜雑貨店ですね。ここお肉屋さん、ニンニク売ってる人もいます。お肉屋さんです。お肉屋さん、テールとか売ってありますね。見えますかね。あ、そう、ちょっと皆さん馴染みないと思うんですけど、こういう青いトマもですね、サラダ用に使います。ちょっとね、なんていうんですか、ガジガジしてるんですけど、すごくね、あの美味しいんですよ。またちょっとトマトというか、生野菜を食べてるって感じですかね。こういうトマトですね。私はこのトマトが好きでよく買います。はい、皆さんにちょっと馴染みないと思うんですけど、こういうなんていうんですか、なんていうの、なんだったっけ、忘れちゃった名前、ルマーケって言うんですけど、こういうのもね、あのこちらでは食べます。なんだったっけな、でんでん虫じゃないな。あ、イカとかサバとかが結構安いです。タイとかこういう感じですね。さーっとご紹介しましたけれども、こちら、月曜日が休みなのかな。で、毎日朝からだいたい12時1時ぐらいまで、仕事をして、でこの後、市の、清掃の人たちがですね、ここの通りをずらーっと清掃して1日が終わるという感じです。ローマの湧き水です。今日風が強いので、水も飛んでます。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし気に入っていただけたら、高評価、それから登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。